ハイボー、私はですね、今から悪夢のショーに行くんですけども、今から可愛くなっていくよ。おいで。よろしくお願いします。お願いします。ヘアメイクのネロさんです。でメイクはいつも自分でやってます。自分でやった方が自分らしさが出るかなと思って自分でやってます。でも雑誌とか特別に表現したい時とかはメイクさんにやってもらいます。今気持ちは、ドキドキしてます。 I'm so nervous 今日は結構そのパンチがあるデザインの洋服なので、なので髪の毛もボリュームを上げて、まあ、ツインテール、黒のツインテール、エクステンションつけて、前髪ありにするかなしにするかちょっと全体的に見てみて、まあ、どっちにしろ眉毛はもうこのままブリーチしたままの眉毛でいくつもりです。ロックスターみたいな感じでいきますYou know でも私今回パリコレ参加するのは2回目で、街で全体でこう楽しんでる感じ、そうですね、はすごい感じます。なんか初めてアクネのショー行くからどんな感じか、なんかショーってすごい楽しいじゃないですか、なんかワクワクっていうか、ただうちら信じられないぐらい焦ってますネロさんの鼻息エグいっすちょっと今回は赤い服なんで、逆に赤いメイクとかだと浮いちゃうかなと思ったんで、ピンクなんかブラウンベースで作っていってます。スーツもギンガムチェックの赤なんで、なんかかっこいい形なんだけど色合いが可愛いみたいな、なのでメイクもかっこいい感じなんだけど部屋は可愛いっていう、甘辛ミックスです。あと少しで出来上がりそうです。いい感じになりそう。今日着る服はこのジャケットです。この穴ぼこが開いてる、可愛いよね、お花がついてて。このギンガムチェックにこれがお靴、ヒール、同じ柄のスパッツを履きます。とインナーはタイツ素材のタートルネックです。これを合わせていきますが、まずヘアを作るのに今からツインテールつけるとこの服見えなくなっちゃうので、これを着ます。ツインテール、ね、一人でやるの大変なんですよね。大変ですなので私がこうやってアシスタント代わりにここを持って今綺麗にすごく助かりますでも毎回いろいろ使ってるよね、このエクステね。そうですね、だから一回使っても何回もこう変えて使ったりとかしてます。ほらすっげーサラサラじゃない。今日初めてやる前髪だからどうなるか緊張しておりますけども、うちら二人なら絶対にうまくいくのであるにょんにょんからの皆さん、にょんにょん今日はどういう色にするかとか洋服の色も全然分かんないで来てるんで、だいたい30とか40個ぐらいの前髪で自分で染めたやつを全部持ってきて、で直美さん似合うっていうのがテーマなんで、いろんな準備してやってるって感じです。次のステップはチーク塗って、まつげつけて、口紅塗って前髪を新しくセットして、それがうまくいったら服に着替えます。あとは口紅を塗って私たちは完璧になりました。ネロさん、そうだよね。はい、汗かいてます私たち汗かいてますこれにしよう、色。じゃあ今から洋服に着替えたいと思います。行ってきます。ニョロニョロ。かわいい。イベントまではあと1時間ぐらいで、その前にその撮影をします。かわいい。Let's go。Let's go to
to the show。 ショーがすごい好きなの。次の年の洋服のテイストはこうです、うちのブランドはこうですっていう、なんかもう単独ライブみたいな感じな、芸人で言うと。だからいつもこうなんかパッションをすごい感じるんだよね、ファッションショー行くと。わーみたいな、みんなすげーみたいな、それを感じるのがすごい楽しみです。こんにちは。